とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれ使います。最近ほんとこの装備ばっかり使う、英雄の無謀ですね。無謀英雄アーマーがマジで強い。無謀クールダウン、サプライズギフト、ポーションバリア。このセットがほんと最高なんですよね。で、武器を、今日はホークブランドで行きます。で、ハープクロスボウで、デバフをばらまきながら、瞬速のブーツで走り抜けていきたいと思います。では、行きましょう。それでは、レッドストーン鉱山ですね。やっていきましょう。まあ、とにかく、ポーションバリアと、OK。まあ、できればパワーポーションを切らさず行きたい。お、ナイス。で、あとは敵をどんどん倒していけば問題ないはずだけども、ちょっと待て、嫌いなやつは多い。やっぱ霊気きついよね。 OK。 あー、で、できるだけ全部出たアイテムは回収していきたいんだけども、なかなか難しいか。待って、一応全部取る、全部取る気でやっていきます。 OK。 いいよ、いけるいけるいけるぞ。いいね、こんだけ矢が出てきてくれれば。まあ、跳ね気もしないから別にそこまで必要ではないんでしょうけどね。そこまで必要ではないけども、あ、これ余裕だわ。まず羽で戦ってないんで、変更は別に怖くないでしょ。で、トゲも、まあ、そこまで脅威ではないと思うんだよな。まあまあまあ、難しいとは思うけど。OK。いいね。余裕余裕余裕。めちゃくちゃ余裕。これ旗全部取れるよ。あ、これ旗全部取っていける。OK、いくぞ。おい、いる。かといってそんなにいなくてもいいんだけど、いるんだね。よし、 OK。 うわ、はまった。 OK。 で、なんだ、モブ HP90% 増加。まあまあまあ、いいでしょう。通りにくいな。で、矢も十分あるし大丈夫だね。ちょっと矢はもう出なくていいよ。矢は出ずに、できればパワーポーション多めに出てきてほしいんだけど、敵の HP90% 上がってちょっと戦いにくい。まあまあ、パワーポーション取ればプラマイゼロみたいな感じでやってはいけるか。やめね。ちょっと待て、あぶね。もうとにかくポーションバリアを切らさない。やべ、あぶね。よし、あとは基本に忠実にね、倒す順番をしっかり守っていければ余裕のはず。お、エボーカーいる。どこだ、そこか。まず倒す。 OK。 あぶね、あぶな、あぶね。ちょっと待って、クリーパーやばいな。防護のクリーパーは OK。 防護クリーパーちょっとはあんまり戦いたくない。いかにポーションバリアとはいえダメージもらっちゃうんだよな。 OK。 他はもう雑魚よ、雑魚雑魚。で、やたら矢が出る。本当にね、矢出すぎ。こんな出る意味わからんぐらい矢が出るんですけどね。 OK。 でもって、いや、結構きついぞ。
霊気が来ると結構きつい。やばい、危ねえ。霊気やめろ、本当に戦いにくい。こんなに矢はいらん。よし、いや今んとこまだキャプテンはいないか。もうちょっといてくれてもいいんだけどね。全然いてくれて構いませんけども、もういないか。あ、もういないかもね。あぶね。まずはエンチャンターから。おいおいおい、下にいるんかあいつ。あぶね、あぶね、あぶね。よし、待って、エンチャンター倒せ。おー、すごいな。ちょっと待って、敵の数すごいぞ。ちょっと待って、えぐえぐえぐい。よっしゃ、ちょっと倒しきれん。ちょっと倒しきれん。 OK、 そういう時にはちょっと逃げていければ OK でしょう。味方回復か、硬いはずだ。あぶね。よし、もうだいぶいけた。よし、ちょっと待って、ポーションバリア切れる。よし、やっぱそれなりにきついね。うん、それなりにやっぱ敵が結構きつい。よし、 OK。 マルチショットとか意外と嫌だな。いや、矢が出すぎ今回。よし、行くぞ。いいんじゃない。でももうキャプテンいねえな。もうちょっと欲しいけど、できればできればもうちょっと欲しいところですけども、いないか。もうやば、これちょっとやばい。大丈夫か、いけたね。ああ、やけど痛いのよ。え、あー、もうボス、あ、いなかったね。いませんでした。まあ、サクッと倒して終わります。はい、いい感じで、最後のここも速攻で倒しましょう。味方回復か。嫌なエンチャントはついてるけども、はい、クリアですね。はい、ということで今日は無謀勇者で行ってみました。ベタ足のホークブランド。まあ、いい感じですね。うん、すごく使いやすいと思います。あと、ハープクロスボウの、デバフ。これもなかなかいいですね。はい、今日はこんな感じでした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。